ってみるよ。今回ご紹介するのは2021年4月限定おすすめ時給受け。この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ハイキュー。はい、どうもデミリューです。はい、始まりましたデミリューでございますが、はい、なんかこう今日興味深いのをちょっと見ててね。興味深い。ヤフーニュースを必ず僕は見てるんですけど、チェックして、まあ、コロナの感染率とかをいろいろ見たりして、まあ、フィールドに直結するのでなんか、ね、あまりにもこう数が増えるとまたこうやめてっていうか止めなきゃいけなかったりすると、まあ、一回お休みしなきゃいけなかったりするのでいろいろありますから。ニュースなんかをですね、やっぱ大人になって大きく変わったらニュースを見るようになったなと思うんですけど、テレビとね、ネットニュースなんかを見てるんですけど、新番組って4月に始まるじゃないですか、はいはい、まあ、大体ね、春に、はい、で、そこでちょっと面白かったのを見ると視聴率をやっぱ取るためにね、お仕事ですから、そのチャンネルごとにカラーを出していくっていうのがあったんですけど、はい、朝の8時台の番組ってやっぱ主婦層も見れば仕事ちょっとね遅い人なんかは行く前にちょこっと見てとかね、学校行く前とかね。そうそうそう、はい、でまあ朝7時とかって逆にみんなバタバタしててもうなんかチャンネルゆっくり見ようなんてないんですけど、8時台ってこれからちょっと仕事を子供送り出したみたいなのやってた時に、まあなんか人気の番組がそれぞれあった時に新番組3つぐらい2個ぐらい始まってるんですけど、これねびっくりしたのが「だれるだれない」っていうのをすごいこう解説してる人がいたんですね。はい、MC が新しくなって番組紹介するときに、はい、パパってこう綺麗に MC がよろしくお願いしますって言ってゲスト紹介してっていう流れがいいものの方が、はい、視聴率が今すごくいいんですって。はい、新規で挨拶をして新編これから何々頑張っていきたいと思いますみたいなところでチャンネル変えられちゃうっていう、そういうなんかデータがあるんです。サクッと終わりにして、はい、じゃあコメンテーター大大さん、大大さんです。で、マジで今回をすると、なんかこう、もうチャンネルをリッピングされてしまうというか、誰でもいいってことなんですか、それって。結構そうなってくるんですよね。別にそういう人に、まあ、極端に嫌いとか好きはまた別として、誰でもいいってことなのかなと思っちゃったんですよ、ね、朝流し見してる時には誰でもいいや、わざわざ喋ってれば誰でもいいやあんまりにもね無言で、あまり暗いとね、まあ、確かに。おはようございます、ちょっと今日は体調が悪いので。でもそれ興味あるよね、逆に人間的に逆に見ちゃうかもしれない。大丈夫この人って、大丈夫かな、今にも死にそうだ人みたいな。もう医者連れてってっていう、もう酸素のあの鼻のところにつけてるとかさそれはねもう出ちゃダメだと思うね。声がもう枯れちゃって枯れちゃってこう擦り切れちゃう感じのおはようございます。もう焼けてるねそれ、酒かなんかで。でもそんなの見るとやっぱりみんなこう敏感に反応するんだなと。そういうのにもこう貴重な時間のところいいからニュースだけやれよと思っちゃう人もいるんだなっていう。あ、まあね、まあ、うちの番組絶対伸びないわそれは視聴率って。いろいろちょっとあれですか、そういうのを取り入れてった方がいいですか。入れてきますか。どうもデメです。こう、告知はさらっとしすぎちゃって、もう今日のトピックス、はい、こちらブーって告知はこちら、ブーって。それでは今回の本題に行きたいと思いますっていう多分ノリなんだろうね、今のその傾向としては。その時間がない時にいきなりやれって言われてもちょっとなんかこうノリが分かんなくなるけどね、こっちもね。まあはい、そういうのを見るとやっぱ時間帯によって見る番組の情報が欲しかったりとかいうので、決してデメリは朝見ないでしょうね。朝一のデメリはないな。まあ電車の中でとかね、もしかしたらあるかもしれませんけど、ちょっと小1時間ぐらい電車乗る方はちょうどいいやみたいな。マネージャーが切実に言ってたのが、週の楽しみが生デメリューですどういうことって言ったら、まあ撮影現場に今来てたじゃないですか、はいはい、来れない、ちょっと主事情で来れないけど、はい、そしたら30分ぐらい電車に揺られるらしいんですよ、そしたら生放送もやってる時間の時に30分帰りに見るんです、はい、その翌日の日曜日に
また30分半分見るんですそれが週の楽しみですって昨日おっしゃってたので、はい、あれ君内側の人じゃなかったっけっていう話を。いやでもそういう方もいらっしゃるかもしれないですね、一般の視聴者の方でもね。まあラジオ感覚でね、はいはい、生で見るよ聞いてもらった方がいいかなと思って。だからまあほぼほぼまあそんな感じですからね今ね。なんかこうお得情報がちょいっと入って、あとは今週こんなものが出たねみたいなノリのお話があるのが生出目かなと、それ以上のものもなければそれ以下でもないので、本当に日常生活の一部、聞いてるとラジオ感覚で聞けるのかなと思いますね。もっといろいろね生出目なんか面白いコンテンツはね取り入れていきたいな。電話だね、生電話。あ、女の子限定、女の子限定。もう男はいい、男はいい。それあの可愛い声のってことですよね。いやもう可愛くなくてもいい。だってあれですよ、私あのよく最近ベイFMいろんな番組、はい、他の番組も聞くんですけど、もう大黒摩季さんとかすごいもんこんばんは、大黒摩季ですお酒だいぶ入ってるのかなって思うんだけど、でもね歌うともうさ、やっぱいつもの大黒摩季さんになるけど、その次にね、チャラさん。こんばんは、チャラさん。元のチャラってそうだよねすごいなと思う。もうね、大黒摩季さんねまだ聞き取れるけど、チャラ語は分かんない、もう本当ファンの人じゃない。歌ってる時もすごいじゃない、全然粘ってるわーみたいなタイムマシンは来ないってやつねそう、でもラジオもねやっぱねファンの人が聞いてくれるからやっぱ分かるんだなと思って、僕らもねやってますけれども、はい、やっぱ最初の頃はやっぱ2人の会話が分かんなかったのも結構あったけど、1年いろいろやらせていただいて、うん、やっぱいろんなモザ水用語もね、そうね、だいぶ分かるようになりましたね。でもモザ水用語も難しいね、分かんない。この間のトラウリもそうだったけど、普段から聞いてないとやっぱね難しいよね。あとリスナーの皆さんの名前もう何人もね覚えたし、あとうちからもね大井崎ジャイアンがね、山口ジャイアン、ジャイコだかね名前言われてるらしいですから、まあそういう風にねまたいろんなところでね交流が生まれれば楽しいんじゃないかな。毎週聞いてくれてるみたいだからね、ちゃんとラジコでね。ありがとうございます。さあ、そんなわけでですね、無駄話はこんなもんで、はい、告知、告知の方お願いします、はい、当日の舞台裏生配信ということで、本ちゃんのカメラとは別に定点でお送りしております。こちらの方概要欄にリンクがございます、見ていただければで見るかもっと楽しめるんじゃないかなと思うんで、ぜひご覧くださいと。そして、今も言いましたがモザイクナイト水曜日、モッケーパドックの迷彩教育、毎週水曜日深夜1時半頃から千葉の FM ラジオ局ベイFMさんで、サバゲー夜間のコーナーやっております。一応ね、FM 視聴エリア外の方はラジコで、ラジコでも聞き逃したよという方は YouTube でも収録の舞台裏ねまた公開してますんで、そちらの方も楽しんでいただければなと。一応本放送とはね、別で前後はこんな会話してたんだとかね、あとはこう絵ではねどうしてもラジオだと見えませんから、こんな格好だったのかとかっていうのがねまた楽しめると思いますんで、ぜひご覧くださいと。そしてデメウラビューモケパインフォメーション、こちらの方もねちょっと最近更新ができてないんですが、随時またね、指導していきたいと、再スタートと思っておりますんで、ぜひご覧いただければと。でデメウラビューの方は別チャンネルとなってます。ぜひチャンネル登録して追ってみてください。はい、どうぞ。はい、ということでやっていきたいと思います。本日ご紹介する商品はこちら、2021年度、はい、おすすめする時空系でございます。はい、今回時空系を紹介していきたいと思いますよ。これ順番通りね、今言ってますよ、どこから分解していくのかっていうのもね、始まってパーツシリーズでございますけども、さて、パーツシリーズやっていきたいと思います。一番最初にね、お伝えするというか初めにこれだっていうのをやっていきます。今回ですね、これライラック製の、プロメテウスというねシリーズで出ている、これシンタードアロイメタル時空系。シンタード、はいはい。これ時空系というのはアップしておきますね、はい、何かというと立っちゃってますけど、はい、ギアの回る
軸穴のことですね、はい、軸受けですね、軸受けです、うん、違う時空に飛ばされてるわけじゃないですか、じゃあ軸を受けるものでございまして、はい、これがですね、なんと今はですね、数が増えまくりまして、はい、6ミリ、7ミリ、8ミリ、ものによっては9ミリなんつうものまで出てきました。それぞれじゃあ何がどう違うのかを軽く説明すると、6ミリが東京丸井の基準です、はい、で、海外製の基準は8ミリだったりすることが多いです。で、じゃあなんで大きくするのって言った時に、もうすごい理由は簡単なんですよ。強度が上がるから、うん、強度が上がるから大きい軸穴でいいじゃないかと考えるメーカーさんが増えてきましたけども、うん、正直ですね、6ミリのオイルレスメタル、このシンタードアロイメタル軸受けなんかでも、うん、この材質で考えてもですね、持ちます、6でも、はい、じゃあなんで大きくしたのかというところが気になるところなんですけど、それはですね、同じライラック製のプロメテウスから出てるこれベアリングです。6ミリベアリング軸受けというものでございまして、これまた簡単に言うと、ベアリングにすると何がいいかというと、これ単体でギアの回転抵抗が激減します。で、これが回転抵抗が減るということは、発射サイクルやセミオートのキレに直結しますので、はい、ベアリングを入れたいわけなんですが、うん、だがしかし、はい、ここで問題が起きたんです。はい、問題です。6ミリベアリングだと径が小さすぎて、うん、強度が足らなくなっちゃったんですね。で、じゃあこれどうすればいいかというと、はい、これの材質をいろいろ変えたりする実験ってあったんですよ、はい、ステンレスで作ったらいいのか、はい、鉄のバーのスチールの材質変えればいいのかってあったんですけど、はい、ステンレスでもダメだったんですね、硬すぎて。じゃあどうしたらいいかというと、今度大きな大きな軸受けの穴にしまして、ZC 製のものなんですけども、 ZC というメーカーさんのもので、これベアリングではこれないんですけど、こういう大きいサイズのオイルレスメタルとかを入るような穴を、映像でどのくらいかと言われる、まあ見た感じちょっと大きくなった、これ8ミリなんですけどね、これぐらいのベアリングも入れた方がいいんじゃないかということで、8ミリベアリングが一般的な基準になりました、はい、ベアリングで。ちょっと6ミリと比べてもらいますか。よいしょ。これ6と8だと結構見るからに、あ、大きさ違うねっていう感じになるかと思うんですけど、なんか映像だと分かるかな、なんとなく、はい。で、さらにはですね、はい、ベアリングの話はちょっと一回置いといて、はい、軸受けのこのシンターアロイドメタルという素材、素材と ZC のやつの素材って2種類あるんですけど、何がこれ違うのっていうふうに思う人いるんです。価格帯的にはほぼ一緒だな。でもこのシンタロイドは高いんですよね。1500円ぐらいします、これ1500円、はい、で、こっち海外製のものなのは半額以下です。748円とか800円ぐらいで買えます。こっち475円って、あ、475円だね。あ、そんなに違うんだと。じゃあ同じ軸受けのこの ZC ので見ましょう、はいはい、大きい方が安くなってます。大きい方で安いっていう風になってると思うんですけど、物にもよると思いますけど、はい、これね、単純に言うと材質違うんですね、はいはい、こっちスチール、うん、スチール系のもの、こっちステンレスなんですよ。おで、強度の順番で言えばステンレスの方が表面強度は硬いです、はい、粘りはその顔しない、うん、で、こっちのスチール製のものは粘りはあるけど削れるという特性があるんですけど、じゃあどっち入れようかなと思う方いらっしゃると思うんです、うん、この3択の中で鉄、スチール、ステンレス、ベアリングってあったら、これが M101 と M96 っていうのがね、はい、で今回持ってきてるやつですけど、で通常のカスタムをするだけであれば、はい、こっちのもので全然持ってしまいます。400円台の、はい、8ミリで
このスチール材のもので通常のカスタムというのはギアを変えないようなノーマルのギアに軸受けだけ強化したいよって言ったらこれで十分です。はいはいはい。まあ通常バラしたとするならば、うん、一般的にはギアも交換する人が多いと思います。まあまあ、でギアを交換した時でも、うん、これでもいいんですけど、はい、より軸穴が広がらないようにしたいと、この穴ですね、はいはい、そうするとステンレス材の方が硬いってさっき言いましたので、うん、広がりにくいんですよ、はい、これ欠点があって、軸受けをメカボックスに入れる時メカボックスの方が柔らかいんですね、これより、はいはい、ですから軸穴がそっちで広がっちゃうっていうデメリットもあるんです。デメリットです、もう一回言いましょうか、デメリットです。デメですね、はい、で、選ぶ時の基準としてどっちを選ぶかって言ったら僕はこっちでいいと思います。まずは、はい、で、さらにじゃあもうこだわりが出てきたよ、シム調整も覚えたよっていう方いらっしゃると思います、はい、一般的にこの ZC の 8mm とか6mm とかでいいんですけども、うん、重要なのが、この 6mm ベアリングしか今持ってきてませんけど、これもベアリング大きさあります、はい、ライラさんのこのプロメテウスの、はい、シリーズの中でも 8mm とかがあったりとか、はい、あとは ZC 製の 8mm があったりするんですけども、はい、じゃあどちらをベアリングだったら選びますかって言った時に、はい、間違いなく選ぶのはライラックスです。値段は倍ぐらい違います、うん、これには大きな理由があって、海外製のベアリングっていうのも販売されてますが、はい、安いものだと1500円とか、うん、1300円ぐらいなんですけど、うちで 8mm ベアリングを普通に販売してるパドックで頼んでるところのが販売すると4000円ぐらいかかります、はい、何が大きく違うかというと、このベアリングの質なんですね。ほい、ベアリングをギアと軸受けにはめて空回しをして、うん、何も音がしないスーッて回ってる状態というのは抵抗なく回ってるんですけど、海外製のこういうところで安いものを入れるとゴリ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 ってゴーって音が鳴ったりします、うん、それはベアリングとしての機能はあるんですけども、まあ、精度が悪い、うん、ゴリゴリ言ってるということで、価格も全然倍以上違うんですけど、それぐらい変わります。ベアリング入れて立ち上がりが悪くなったよっていう方いらっしゃるんですけど、はい、オイルレスの方が周りが良かったりします、うん、それはベアリングとしての効果がしっかり出てないからなんですね、はいはい、選ぶ時の基準はもし手に入るんだったら国産のものだと、ライラックさんのは確か国産ベアリングだったと思うんですよね、うん、で国産のベアリングのものを入れた方が銃のカスタムアップをした時に間違いなく効果を得ることができます、うん、で海外製の安いベアリングを入れた時に、考えられるのは回るけどゴリゴリ言ってて破損しちゃったとか、うん、回転が不安定になってギアが噛み込んでしまったっていうケースが発生します、うんうん、これを防ぐのは何かというと、やはり軸受けの固定方法と、あとはですね、この作っているベアリング自身を作っている、国、会社ですね、これ、うん、日本製はどこまで行っても高いです。どんなに探しても高いです、まあね、やっぱその精度の問題はね、どうしても出ますね。国産の本当に値段は、うん、職人さんがね、一個一個ベアリングを、ね、一個一個ベアリングは入れてないと思うんですけど、やってない、あのその精度を出す機会にオラしかできねえぞみたいな、いやそういうこだわりはあると思うの、ベアリング会社で。うちは新旧に近いんだっていう、完全な新旧はできないけど、もう全然手も震えちゃって、もう老眼鏡かけたってよく見えてないのにもかかわらずこう綺麗に入れてくるとか、そういうこの6ミリとかに入れたら神だよレベルは。ほとんど見えてねえのにもう感覚で置いてったら、感覚で分かっちゃうっていう、どんなベアリングでもちょっと触っただけで、あこれダメだ、あこれダメだね。本当にこう、6個買った中で6個スムーズに回るっていうのが、やっぱ質の高いベアリングは日本製になって、海外製のはですね、人によって言うんですけど、オイル付けするといいよ。あーなるほどね。まず今ついてるオイルを、油分を全部溶かすと、一回きれいにして、1週間ぐらいつけるとか言ってたかな。それで抜いてまた新しいオイルに漬け込む。その努力考えたら最初から買った方が早いんじゃないかって話になるね。値段的にもその労力を考えるとどうなのかな。
まあでもそういうのをね、いじりたい人もいるから、こうやるとね、出道これこうやるつくから、いやそれすんごい大変じゃない？うち消費量とそれ多分需要と供給間に合わないねっていう。すぐ聞くよ。いやすぐじゃないそれちょっとピッピッてやれば。それね、純ちゃんだ。純ちゃんは多分そっち側だ。そういう人は別にそれでも、まあそれが楽しみだったらね、それはそれでいいんですけど、はい。まあまあ、でもあのそこだったら2000円出すかな、俺出しちゃった方が早いかなって、まあね、大半の人は思ってしまうかもしれない。で、時空機を固定する際なんですけども、まあ、瞬間接着剤でつける人結構いらっしゃると思うんですけども、はいはい、おすすめは僕は最近メタルロックっていうですね、はい、セメダインから出てるものを使ってるんですけど、メタルロックこれね優秀ですね。剥がれてこない。なんか水虫とかに聞こえてた。ブテナロックなんですよ。そうでしたね、あの水虫に効く成分が入ってるブテナロック大丈夫です。間違ってつけない方がいいですね。まあ、つけてもいいけど、つかないんじゃないですか。薬効成分はな、ね、効かないから、ブテナロックじゃなくてメタルロックの、メタルロックの方ね。これ、はい、二液剤で、強度的に引っ張り強度とか非常に強いっていうことでですね、静岡 OB 賞とかで出会って、はい、これ金属に適してるのってやっぱ何なんですかって聞いたら、二液のボンドのどれがいいですかって言ったら、メタルロックなんかは強いですっていうことで、わざわざ1ギメの時空計を入れた時に、うん、シムをいい状態で組むじゃないですか、うん、そうすると何発かは時空機固定されてるからいいんですけど、はい、やっぱ緩んでくるんですよね、はいはい、どん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 、はい、それを防ぐためにも、かなり大事なことなんですけど、時空機をまず固定するためには油分を一回きれいにしましょう絶対、はい、これ油分ついたままグリスいっぱいついたままつけたって固まらないよって、うん、そりゃそうです、うん、アルコールまたはそうですね、シンナー系のもの、まあグリスを溶かせるものだったら何でもいいんですけど、中性洗剤でね洗う人も中にはいるかもしれないですけど、脱脂だと、はい、そういうことをして、メカボックスの軸を、細く薄く塗ることによって効果が発揮されるので、はい、軸受けの固定はメタルロックが最近は一番主流になって、使い勝手が良くて固定されるよと思っております、はい、じゃあ、本題の2021年何を使えばいいのか、うん、私的なアンサーですけども、はい、これねアンサーが2つあるんですよ。おい、まず1つは、時空系のオイルレスメタルと言われるものであればどっちかというと、ライラックスさんか ZC がうちがメインで出てるんですけど、うん、ごめんなさい、今回は ZC さんです。お、6mm でも 7mm でも 8mm でもいいんですけども、これオイルレスだったら ZC さんので極論ほぼ問題ないです。オイルレスだったら、だったら、はい、じゃあ続いてベアリングだったら、はい、どっちって ZC さんとこうねあったとしたら、はい、どっちを選ぶかっていうとプロは絶対こっちを選びます。あ、もう間違いなく、ままい、ね、はいはい、ライラックス製のものを進めます、はい、精度とか、はい、職人さんが一個一個手の感覚でうーピシッと入ったぞーっていうような、もう本当にこう精度の部分で、ここまではやってないと思うんですけどね、ベアリングの効果を得られるのは間違いなくライラックス製です、はい、で、安いベアリングは、うん、いっぱいあります、はい、安いベアリングいっぱいあるけど、ベアリングの効果は半減してたりする場合が多いです、うんうん、海外製のでよくポン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 って組まれてるベアリングだから大丈夫でしょっていう方いらっしゃいますけど、まあ、元から入ってるのもありますよね。ありますあります、海外製だとね、ベアリング軸系入ってますって搭載とか書いてあるのもありますからね。ものすごいこだわりたい人であれば、一個一個回してみてください、空回し、はいはいはい、シャーとかゴーとか言ったら交換しましょう。そうするとより軸の精度の高いものが出来上がると、はい、でも単品売りしてないから結局6個買うんだから6個買えちゃえばいいんですよ、うんうん、それの方がお得なわけですよね、はい、まあベアリングの交換の一つタイミングっていうのはそういう音とかも参考になりますので、うん、なんかあと回してるとゴリゴリってゴリゴリってするなっていうと、なんか変形してるのかな、中の玉がっていうこともありますので、一つの基準にしていただければいいかなと思います。ですのでベアリングとオイルレスはそれぞれおすすめのメーカーが違いますが、ベアリングに対してはライラックさんのプロメテウスシリーズで、オイルレスメタルのシリーズにしてみれば、ステンレスじゃなくてもいいので、この ZC タイプのものをおすすめいたします、はい、で固定はメタルロックでしていただくという、うん、
状態が一番安定するんじゃないかなと思います。はい、はい、てなわけでですね、やってみましたけども、どうでしょうかね。時空系まで行ける人っていうのはカスタムの腕が結構ある人だと思うんですよ、はい、初めての人で時空系まで行くと逆転防止ラッチだとかセクターギア、スパーギアとかギアのこの高さ揃えなきゃいけないので、はい、わけが分かんなくなると思うんですけど、まずそのために土台を作るための時空系なので、はい、土台をしっかりつけるということで、時間をねかけて接着が固まるまで待ちましょう。次どんどんやりたくても慌てないと、慌てないで、あもうこの先やりたいと思っても多分あると思うんですよ、うん、もうはめ込んだからよし組んでこうってあるんですけど、先っちょだけみたいなそういうのはダメだよ。ダメですダメです、ちゃんとあの中までずっぽし、あっつって言っちゃいけないです、うん、ちゃんと奥まで待たないといけない、うん、しっかりと奥まで待つ、奥まで接着がついたことを確認してから組み上げるっていうのが、パドックでもチューニングメニューが変わっていくと接着するときに24時間効果だねっていうのが、はいはい、条件になるので必ず24時間効果、メタルロックは24時間効果ですか？24時間効果です。実用強度3時間って言われるんですけど、やっぱり怖いので、まあしっかりね、もう、回ってしまったら終わりですから、うん、もう一回やり直しになっちゃうからね。そうですそうです、24時間効果をしてください。ってなわけでですね、デメリュー5年目、パーツ紹介の方を今回やっておりますけども、はい、どん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 こんなご意見あるよっていう、こんな方法あるよっていうのあったらぜひ教えてください。コメントでね、このパーツもやってほしいとかね、そうそうそう、そういうのぜひね、コメントいただければちょっと対応できるものだったらどんどんしていこうかなと思っておりますね。あと組み込みのコツを教えてほしいとかね、あーなるほどね、この場合なんかトリガーバンバン飛んじゃうんだけどどうしたら飛ばなくなるんですかっていうのがたまれば、まとめて実技、はいはい、実演しちゃった方がいいので、それぞれですね。そうですね、これこうやると止まりにくい、ここの部分わかんないとか、そうですそうです、それこそ今のねメタルロックもどうやってつけたらいいのっていう、今は簡単につけろって言うけど、24時間待てって言うけど、うん、いやたっぷりもうドバーってつける人もね、うんうん、中にいるかもしれない、脳が足んねえんじゃねえかどういう風に実際のとこつけんだよと、もうセロハンテープでもいいからつけとけそういうのもちょっとご要望があればね、随時対応していけるところは、それ僕は辛辣の言葉を吐くんだけど大丈夫かい。もう2021年もデメさんどんどん口悪くなってくるっていうシリーズで、はい、カスタムでボケたこと言ったらどんどん口悪くなってくる大丈夫かい俺舐めんなよっていうのになっちゃうかもしれないんでね、最近もありましたからね、ちょっとねちょっと熱くなりました、ね、生デメでちょっとお話しましたけども、ネジが舐めるのは腕が悪いんじゃねえのかって言った記憶がありますけど、なるべくね、ヘイト、別にこう僕は喧嘩を買うわけじゃないんだけど、まあでも適量とかね、うん、適度って言葉がやっぱあるんで、適当の、適切に当たれば適当でもいいんじゃないかな、ね、カタカナで適当だと本当適当だと、ね、漢字の適当だと、適した分当てるとかね、ありますから、ぜひ、組み方のね、基本的に面白おかしくじゃなくて、かまで大喜利じゃないんでこれぜひ言っていただければ、そうですね、ぜひコメントでお寄せください、はい、ただし在庫とかね商品の詳しい内容についてはコメントの方ではなく店頭の方にね、はい、電話かメールでご連絡いただく、まあもちろん店頭に来ていただいてね直接聞いていただいても結構なんですが、そうですね、はい、デミさんもねいれば別に対応しますんでね。愛想はね最近悪いみたいです。愛想悪いんですか。あのね、一人で歩いてる時に、ね、怖そうに見えるって言われてます。声かけていいのかなと思ってって言われて、それ愛想が悪い時はだいたいカッパがなんか悪さしてる時ですよ。あ、なるほどね、カッパが出来が悪い時だいたい腹立ってるからですよ。かわいいかわいい言ってるやつらお前飼ってみろよっていうねお前本当責任持って飼ってみろよって、まあ撮影とかでちょこっと出たりするとね、かわいいって言って、ちゃんと責任持って帰えよって、沼ちゃんかわいいなんて言われちゃって、お前給料ちゃんと与えてみろよって、ね、その分頑張ってもらわないといけないですね。今後ろにいるんですけどね、だから言ってるんですけどね、ニヤついてますね、携帯でデン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 って今鳴らしてましたけど、陽気な音楽ですよ、カッパカッパカッパそれで違う音楽だったね、まあぜひぜひ、はい、
ご意見ご感想ご要望ぜひお待ちしておりますんで、はい、コメントまでお寄せくださいと。なんでこの口の悪い連中と別にあのつるんでもいいなと、面白かったなと思った方、友達登録って言ってますけど友達になりましょう。今ですね20分っていうですね、パーツのリミットを決めてるんですけど超えました。でも告知に入ってるんでね、あのぜひぜひ友達登録していただければ、チャンネル登録の方、僕らは友達登録って言ってますけど、あそこのサブスクのところね、友達登録って書いてあるよね。システム上無理だろうけどね。あ、うん、あのそのサブスクって押したりとか、あとチャンネル登録っていうところ、あのぜひ興味があったら押していただければと思います。おじさま方、負けるなおじさま世代と僕らは思ってますので、若い子にギャフンと言わせるというね、意気込みを持って。いや、まあまあまあ、いろいろな世代ありますから、僕らより上でやってる人もいますし、そう、若い子世代がでも逆に見てくれてるんですね。僕らと同い年世代がちょっと減ったんですけど、あと44から、うんうん、55の世代の人たちとか増えてくださってて、 ありがとうございますという形で、頑張れ中年世代っていうのがね、キャッチフレーズ。中年ともちょっと違いますけどね。そうなんだよね、ものすごい難しい立ち位置の場所。今ね、若者ではなくなったんですよ。まあでもパドックだと永遠に若手やらされてるからね。40超えたら初老なんで、僕の中で。あ、一応定義はそうですから、40超えたら初老の定義らしいですけど、現代ではどうなんですかね。あの昔のウィキペディアを見ると、40過ぎたら初老から、はい、40から60というのがあって、結構早いんだな初老って。って思う。ニーヤンは初老です、はい、40超えました。てなわけでですね、ぜひぜひあの辛辣な言葉を浴びても、俺は面白く笑って流せるぜっていう方、ぜひ興味があったら、ご一緒に遊んでいただきたいと思います。さあ、本日はここまでになります。参考になった罰あったらいいなと思うんですけども、ぜひぜひあの興味がありましたらカスタム、挑戦してみてください。それではですね、次回、また役に立つことをやりたいと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。それではまたお会いしましょう。バイデメン。